始まりましたリセンクペーパープロジェクト。この番組では様々な切り口からこれからの紙の価値を考えたり、紙にまつわる情報、たまに紙に全く関係ない情報を発信しています。この番組は清水志向株式会社の清水聡がお送りしております。先日僕がすごい好きでいつも聞いているポッドキャスト番組があって、手仕事の国日本を旅するラジオという、すごく面白い、ポッドキャストがあるんですけれども、そちらにですね、なんとゲストで出演させていただいたんですね。で、こちらの番組は教育プロデューサーの澤田さん、それからデザイナーさんの、デザイナーの、堀内さんですね、がお二人でやられている番組で、そちらにですね、僕が今回ですね、一人でゲストで出演させていただきました。でですね、僕がいつも聞いている番組っていうのもあるんですけれども、本当にマジで台本がないんですね。で、夜の収録だったんですけれども、お昼ぐらいからですね、すごく緊張してですね、で、何話そうかなっていうのがあって、お昼ご飯も喉を通らないみたいな、どんだけ緊張してるんだよっていう話なんですけど、すごく緊張して、で、収録に臨んだんですね。で、収録が始まって、すごく最初の方も緊張していたんですけれども、お二人がですね、本当に台本がないのに嘘だろっていうぐらい僕が話したいことを的確に聞いてくれるんですよ。で、なので僕も結構楽しくそのラジオ収録を、終えることができて、で、きっとですね、番組も面白い感じで収録されていると思います。なので、ぜひですね、この手仕事の国日本を旅するラジオをですね、チェックしてください。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、今回もセルロースファイバーのお話でございます。セルロースファイバーと生分解性プラスチックを、融合してエコな成形材料ができましたという話題を取り上げたいと思います。セルロースファイバーについてはですね、この番組をご視聴いただいている皆さんにはもはやもう説明不要ですよね。植物の主成分であるセルロース、こちらをめちゃくちゃ細かくしたものです。皆さんが今想像しているものの約50倍細かいと思ってください。はい。で、セルロースファイバーと、セルロースナノファイバーっていうのが、この番組で、出てきていると思うんですけれども、セルロースファイバー、それからセルロースナノファイバー、これ比べた時にセルロースナノファイバーの方が細かいです。で、今回出てきているのはセルロースファイバーなので、セルロースナノファイバーよりも、繊維が長いというふうに思ってください。そんなことですね。はい、という感じで、今回はセルロースファイバーのお話ですね。このセルロースファイバーがこの成形剤になるっていうトピックはこの番組でもですね、過去に何回か取り上げてきたかと思います。で、先日、これが12月の6日に、パナソニックホールディングスがですね、完全生分解性のセルロースファイバー成形材料を開発というプレスリリースを出しておりました。で、このプレスリリースを読むと、長文で結構、面白い文章が書かれているんですけれども、この長文の記事をですね、一文でまとめると、セルロースファイバーと生分解性プラスチックを混ぜ合わせることでエコな成形材料ができたよということですね。はい。で、このパナソニックホールディン
すいません、ホールディングスがですねすごく言いづらくてすごく噛みそうなので、以下ですねパナソニックというふうに言わせてください。ですねパナソニックはですね、2015年からこの研究を開始して、2019年にセルロースファイバー、55% 濃度のものを開発、2021年には 70% 濃度のものを開発してきました。で、そしてですね今年セルロースファイバー 90% 濃度のものを開発したということです。でこのさっきから出てくるセルロースファイバー何パーセント濃度っていう言葉なんですけれども、なんで濃度が高い方が良さそうなのかという話ですね。で今回開発しているのは、セルロースファイバーと生分解性プラスチックを、生分解性プラスチックですね、はい、をミックスしたものですね。で、この両者とも、生分解性を持つので最終的には物質としてはなくなるんですけれども、このセルロースファイバーと生分解性プラスチックを比べた時に、二酸化炭素の排出量がセルロースファイバーの方が少ないんですね、なのでセルロースファイバーの濃度が高い方がいいわけなんですね。でこういったですねセルロースファイバーのようなバイオマス素材の製品中の濃度をバイオマス度という言い方もしたりします。で近年ではですねバイオマス度 10% 以上のものを基準にバイオマスマークというですね環境ラベルもあるようです。で今回のですねパナソニックがリリースしたものはバイオマス度90% ですので、かなり優秀な、結果を残しているというふうに言えます。皆さんもですねこれから商品を、選ぶ際はですねバイオマス度何パーセントかなというふうに、気にしながら商品を、買ってみてください。はい、というわけでですね今回はパナソニックホールディングスが開発した、完全生分解性のセルロースファイバー成形材料について解説してきました。カタカナが多くてめちゃくちゃ噛みそうになりました。はい、というわけでこのセルロースファイバーめちゃくちゃ来てると思いませんか。僕もですねここ最近ニュースを見ているとこのセルロースファイバーがめちゃくちゃニュースに多いように感じます。で、こうしてですね、今ですねこのセルロースファイバーというのはコストが高いっていうのが結構ネックになってるんですけれども、こうやって使用量が増えていくと、コストダウンにつながって、さらにですね使用の幅が広がっていくというふうに思います。期待したいですね。はい、というわけで今回は、この辺で失礼します。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。手仕事の国日本をする、旅するラジオを聞いてください。はい、というわけで、さよなら。